今日はこれから現実のヨハネのコラボカフェに行くんですけど、前の現場からすごい時間があって、ちょっと早く秋葉原に着いちゃったんで、一人で秋葉散歩してから向かおうと思います。あ、駅前行こうと思ったのに逆歩いてきちゃった。どこ散歩しようか。ニキビ、こんな感じ。今日のファッション久しぶりに来た。時間側からちょい出ようかな。ラジカンの歌。今特に欲しいものもないしな。パソコン、デジタル家電の困ったわ。すべてお任せ。デジタル家電の困ったわ。すべてお任せ。プレミアムサポート。他の町より可愛い声だけど。ラジカンのね、この見た目好きなんだよね。シュタゲを見返したくなる。おお、めっちゃフィギュア売ってる。ね、おしゃれなお家を目指してるから、めっちゃフィギュア置きたいんだけど、なかなかね、置き場所がないというか。そう、花丸ちゃんのね、ぬいぐるみとかをね、パソコンの横置いてるんだけど、今、あのチェーンソーマンのフィギュア欲しくて、チェーンソーマンか、パワーちゃんのフィギュア狙ってます。ネットではね、あのチェックしてるんだけど、ね、どこ行こうか。そう、昔秋葉原でデビュー前まで1、2年ぐらいバイトしてたから、ここら辺もね毎日、あーでも毎日はどうだ、末広町側から行ってた気がする。私もね、二十歳ぐらいの時にここら辺の道に立ってチラシ配りしてましたね。まあでもね、チラシ配りのね時間はね、私はサボりだと思って頼む、行きませんかとかね、一切言わずに通った人にどうもみたいな結構ね、その秋葉慣れしてるおじさんたちはね、話しかけてくるので、そこからなんか お店こっちですって言って誘導みたいな感じだった気がする。あと、あ、ここの交差点でめっちゃ人間観察してた。ここの交差点で、あ、今クレイジーラクーンの広告が出てますけど、なんか今さ、外国人のさ、観光客の人がすごい多いからさ、秋葉も結構外国人さんが多いかなって思ったら、全然日本人がいっぱいですね。普通に、うん、私がいた10年くらい前と変わらないっていうか。結構ね、秋葉現場の時にこれ散歩するんだけど、一度も声をかけられたことはありません。で、後で写真載せたら秋葉にいたの。ヒカルの看板の反射こっちじゃない、本当にこっちなんだけどね。反射を見て、ちょっとここマジで毎日通ってた道、ここの道通って、ね、ここのね、まっすぐ行くとココスがね、今もあるのかな、朝5時ぐらいまで営業して、たまに一緒に働いてる子たちとそのココス行って、で帰るみたいな。なんか意外とね、ちょっと歩くだけでそんなガチャガチャしてないっていうか、私がね働いてたところももうちょっと先なんだけど、まあ、結構ね知ってる人しか、まあなんだろう、この交差点まで来ちゃうとあんまり、もう普通の道って感じ。あ、ここさあった、ここ
思い出のココス。あったあった。こっちの路地をね、路地でここまっすぐ行って、あそこらへんみたいなところにいましたよ。で、このね、路地っていうか結構広い道だけど、ここはね、メイドさんがね、たくさんいますね。激戦区って感じ。私はここら辺にチラシ配り来るときはもうメイドさんの人間観察やる気。それで歩いてると顔を隠すチラシ配りのメイドさんがすごい多い。やっぱみんな身バレを防いでるのかな。でめちゃくちゃ普通に顔隠して、あ、でも顔隠すのが普通なのかな。みんななんかチラシでさ、こうやって顔隠してやってるんだけど、何なんだろうね。みんな顔隠してる。で、カメラ持ってるからとかじゃないわ。ちょっとマスク代わりみたいな感じなのかな。お散歩し、なんか目標が、ちょっとゲーセンで、ゲーセン散歩でもしようかな。レッドブルが回ってる。こんな、こういうのってなんかさ、歌詞とかじゃないかな。三王館にさ、ヨハネのコラボカフェだっけ。ここのちょうど今ね、三王館の前なんだけど、いつもここに来る気がする。今コラボカフェあるけど、こっちなのかな。このフロアっていうか、ここが一番なんかラブライブが熱いイメージあるんで、私前サイン書かせていただいた期待があるんですけど、あ、シーソーがあった。ニャーコ、あ、ニャーコとパワー、いいね。どこ行ってもさ、あの結構爆音でアニソンが流れてるから権利大丈夫かなとか気にしちゃって。真面目。ああ、ちょっともう行くとこなくなってきちゃった。目的がなく歩くのだと意外とね、行くと、なんだろう、すぐ終わっちゃうんだよな、秋葉。もうちょっと向こうの方も散歩してみます。交差点を渡ってみます。今大通りを末広町の駅の方までダーッと歩いてきたんですけど、あっちの路地、秋葉駅の方の路地に行っても、あ、すっごいメイドさん多いなって思ってたんですよ。なんか昔と比べて、この大通りもう 2,3 メートル間隔で一人メイドさんが立ってる。すごい。あとさ、メイドカフェって昔流行ってたけどさ、なんか最近すごいコンカフェコンカフェって言うじゃん。ちゃんとみんなコンセプトカフェでーすコンカフェでーすって言ってチラシ配ってるのがすごいね。あの、なんちゃらなんとかなんとかジェネレーションギャップ全然言葉出てこなかった。感じた。もう私がいたのだって10年前だしな。末広町の駅もめっちゃめちゃ、あそことかめっちゃ綺麗になってる。いやー、解雇中ですな。で、この後さ、現実のヨハネのコラボカフェに行くんですけど、お腹耐えられなくて、ハンバーグ頼んでるんですけど、カフェでも。さっきちょっとね、夜ご飯食べてきちゃった夜ご飯食べてきちゃったハンバーグ食べれるかな